皆さんこんにちは、風船愛好会です。今回はこれです。では行ってみましょう。ご覧ください。では材料ですが、それぞれあんまり使わないんで切れっぱしで十分ですでね、色だけ260色だけ黒、ブラシ、肌色ですね、ゴールデンロッドちょっと山吹色赤ということでいきたいと思います、ね、まず、特徴的なお顔から。ですね、30センチぐらいあれば大丈夫でしょう。で、ですね、結ばずに黒ですね、髪の毛ですね。で、これはチットでいいです。で、これとこれを結び合わせます、ね。それで余分は切ってしまいましょうね。さて、ここからですが、まずここでピンチツイスト、3センチでピンチツイストを作って、そうですね、これで、これぐらい、もうちょっと横長にしてもらうか、これぐらいかな。中途半端ですね。8センチにしましょう。8センチよっ。それでここにもピンチツイスト、同じ、これと同じです。耳ですか、同じですね。それで戻りますね。すみません、8センチでしたよね。8センチ。はい、戻りました。同じく黒8センチ。で、耳に絡めて、で、よし、同じく8センチと、8センチと、で、戻ります。ということですね。それで、ですね、切って、こいつとこいつを結び合わせておきます。で、余分は切っておきます。こんな感じですね。はい。あ、違います。こんな感じです。ごめんなさい。こういう感じなんですね。さて、先に足を作っておきましょう。
これぐらいかな。こんなもんだから、こんなもんか。こんなもんって言ったら分かんないですよね。何センチだ、15センチ。15センチをここを結び合わせて、ちょっと緩めにしといて、結び合わせて、で、切っておきましょうね。余分は切って、で、これをですね、半分にするんですね。で、戻っちゃいますね。じゃあこいつで止めましょう。失礼しました。でですね、まずよっこらせ、こっちが結び目がいっぱいあるんで、こっちでいきましょうかね。こうなのか。で、安定するように結んでいきましょう。で、ですね、胴体、こんなに長くてもしょうがないんで、こんなもんかな。同じぐらいなんですかね。これで9センチ。9センチでいきましょう。それで先ほどの、これを戻っちゃったんで、真ん中から分けて、真ん中から分けて、こいつをですね、ここにはめるんですよ。それでひねることで、もうほどけません。で、9センチでしたね。9センチ。で、耳に絡めて、で、もう一つですね。3本にします。9センチ。で、この、ここに絡めますね。で、余分を開けて、念のため結んで、で、巻いて、中に隠してと。今日はですね、なんかね、へんちくりんな感じですよね。私にはちょっと理解できないんですが、実にへんちくりんな感じ。へんちくりんな。っていうの、まあ漫画ですからね。へんちくりんといえばへんちくりんなんですよ。で、一つをね、この赤の一つをこの間にちょっと少しだけを入れるんですね。そうすると、ちょっとここに押し込んであげることによって、ちょっとこういうふうにですね、なってくれるんですよ。あら、違いましたね。こうか、こうですね。失礼しました。なんか変だな。で、ここにはめるんですよ。ここにはめるんですね。大変失礼しました。こう、なんか変だな。だいたい見てないんで、私も、よくは知らないんですが、こんな感じですね。こういう感じかな。こういう感じなんですね。で、お絵描きをすると、それなりになると。
ということで、お絵描きをしてみたいと思います。なぜか、なんかこんなような、感じでいるんですね。で、クレヨンしんちゃんの完成ということですね。こんな感じですね。お分かりでしょうかね。こういう感じか。ということでですね。こんな感じですよね。はい、完成。風船愛好会でした。またお会いしましょう。